の扱いは上手にね、母音を鼻に響かせてくださいね。鼻に抜いていっていく。じゃあ焼きます。はい、まずはスイッチです。ということですね。これをだんだんもっともっと鳴らしていくと、ね、だからさっきも言ったように見覚えのあるっていう2小節の中の3拍半はロングトーンです。レインコートってその一つの塊の2小節のうちの1小節分4拍はロングトーンです。この調子でこの歌は並んでます。だから 50% とは言わないけど、それに近いだけのロングトーンを鳴らしてなきゃいけないんですよ。そのロングトーンが子音でガーガーって力入れてたら綺麗な歌になるわけないですよ。だからその時にいい響きで、いつも言うようにこういうロングトーンはこういう響きですから、はい、ね。だから触ったところ、このポッチをちょっと触るとこれが子音ですから、触ったその触った瞬間に音が鳴ってる、これが今鼻の音ですから、こいつにいつでも響きを持っていけるかどうか、鼻に抜いてやれるから、そうすると響きのいい音が遠くまで伝わるからね。見覚えのあーの響きのいい音、見覚えのあーるっていうのと見覚えのあー、ね、いい響きは全然違いますから、そういうふうに歌っているんですね。